アイスランドのピジンバスク語は17世紀アイスランドで話されていたバスク語を基調とするピジン言語である。バスク語及びゲルマン諸語、ロマンス諸語の語彙から構成されている。アイスランドの西部フィヨルド地方に渡ったバスク人の捕鯨漁師が地元民との初歩的なコミュニケーション手段として用いた。西部フィヨルド地方に残された写本の多いことから、 当地に発達したとも考えられるが、他の多くのヨーロッパ言語から影響を受けているため、他の地域で生じた後に、バスク人口会社によって、アイスランドにもたらされた可能性が高い。バスク語の語彙のほか、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語などが混合している。アイスランドのピジンバスク語は、従ってアイスランド語ではない他の複数の言語と、バスク語とのピジンである。バスク。 アイスランディックピジンという名前はアイスランドで記録されアイスランド語に翻訳されたことに由来する。ピジンバスク語の語尺を含む写本は数えるほどしか見つかっておらず、言語に関して詳細なことはわかっていない。バスク人の捕鯨活動は第一に商業捕鯨であった。彼らは北、大西洋の遠方、さらにブラジルにまで活動を広げていた。アイスランドにおける 捕鯨活動は1600年前後に始まった。1615年、船のナンパと地元民との衝突により、バスク人漁師が虐殺される事件が起こった。バスク人はアイスランドへの渡航を続けたが、17世紀後期には、むしろ、フランスとスペインの漁師が、アイスランドの水産資源に目をつけるようになった。原著者不明の五尺集が、わずかに数冊見つかっている。うち2冊は、 18世紀の学者ヨーン・オーラフソン・フラウ、グルンナビークの資料の中に発見された次の2冊である。これらの写本は1920年代中央にアイスランドの文献学者ヨーン・ヘルガソンがコッペンハーゲン大学のアウルトニ・マグヌッソン、写本コレクションの中に発見したものである。彼は写本を書き写し、アイスランド語の語彙をドイツ語に翻訳し、その写しを オランダライデン大学の言語学者、C.C. ウーレンベック教授に手渡した。ウーレンベックの体感後、その写本は彼の院生であるデーエンの手に渡った。デーエンは、バスク研究者のフリオでウルキ法の指導を得て、1937年、アイスランドのピジンバスク合意に関する博士論文を上司した。この著書グラサーデュオ・バスコ・アイランデカは、ラテン語で書かれたが、 注釈書中の語句の大部分はドイツ語、スペイン語にも訳された。1986年、ヨーン・オーラフソンの思考がデンマークからアイスランドに戻された。今日、バスク・ピジン語の第三の語彙集があったことも知られている。アイスランドの言語学者、スウェイン・ビョルン・エギルソンがある書簡の中で、奇妙な語句と注釈を含む2ページの文書に言及しており、そのうちの11語を消失している。 就職書そのものは失われているが、書簡はアイスランド国立図書館に保存されている。なお、彼の消失した例の中に、ピジン語の要素は含まれていない。第4の五尺集が2008年にハーバード大学のホートン図書館で発見された。これは、ドイツの歴史家、コンラッド・フォン・マウレイが1858年にアイスランドを訪れた際に収集したもので。 写本は18世紀末か19世紀初頭に遡る。元の所有者は、その写本がバスク語のテキストを含むものとは認識していなかった。ピジンバスク語の語彙は2ページだけ記載されており、他のページはグリモワールなどの無関係の話題に割かれていた。ページに、ラテン語語尺と題されていることから、写本の書き手がそれをバスク語と認識していなかったことが明らかである。 多くの項目が語色を含んでおり、不慣れな筆記者の手によるものと推測される。語彙の大半は、デーエンの語尺書には、対応を見ないもので、散逸したピジンバスク語の注釈書の写本であると思われる。不確かながら、全68語句を記載する。ボキャビューラビスケイカには、ピジン要素を含む以下のような短文が含まれている。項目の中にスペイン語、フランス語由来の単語は、 かなり多いが、これはこの言語の特徴というよりは、フランスとスペインの長きにわたるバスクへの影響力の結果である。加えて、アイスランドにわたった多くのバスク人漁夫はフランス語か、スペイン語も話す多言語話者だったと考えられる。ボキャビューラビスケイカの末尾に、アイスランド語の JA イエスの訳として、バスク語のバイとフランス語の VY を併記しているのは、その傍聴である。 以下の例は近年見つかったハーバード大学文書からの消失である。最初の例文、ノラダイフスは標準バスク語ではノラデイツズと表記される。これは正確なバスク語の文のラディーティセン、ザラスウ、を簡略化したものである。ボキャビューラビスケイカの文は、例えばバスク語に見られる脳覚語尾がないなど他のジ人言語と同様に単純化された構造を持つ。 形容詞は名詞に対して前置される。これは、ゲルマン諸語では一般的だが、ロマンス諸語やバスク語では一般的ではないはバスク語では、エスンベロアエータグリンベリアとなる。語順に関して、ピジンバスク語に影響を与えた多くの言語がスボ、型なのに対し、ドイツ語やバスク語では、基本語順は SOV 型である。ピジンバスク語の分類は一概に決定できないが、 フォーミプレセンタフォージュビスクーサやボウカットフォーミアットラなどの文例は動詞が目的語の前に置かれたことを示している。ありがとうございます。